AI 系仮想通貨が急騰、そして来週に仮想通貨が大きく動きそうなイベントがあるので、その辺についてね解説していきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産増やしたい方はチャンネル登録お願いします。はい、まずですね、 AI 系の銘柄がね昨日かなり、急騰しています。理由はね、米国株の NVIDIA という、まあ、半導体メーカーがガンガンね高値更新していて、時価総額が、アメリカの、まあ、証券市場で最もね高いものになったということですね。これはかなり大きな、出来事だと思います。結構ね長らくね、そのマイクロソフトとか、まあ、アップルとかアルファベット、アマゾン、まあ、いわゆるガーファって言われてた銘柄があったんですけど、それをもう抜いてしまったということです。時価総額は 3.3 テラドルぐらいありますね。かなりでかいです。525兆円ということです。すごいですね。はい、桁違いだと思います。本当に日本の銘柄に比べたら、日本のね株でそんなのはないからね。で、仮想通貨は、フェッチ AI が 22%、アギックスが 21%、ニアが 6.3%、オーライかな、これちょっとあんま知らないんですけど、5.2%、レンダーが 5.2% という感じで大きく上がっていますので、先にちょっとこれを見ていきましょうかね。はい。いや、なんか昨日ビットコインはちょっとその、揉み合っていたんですけど、まあ、AI 系とか、あと DEX 系とかもね、結構上がっていましたよね。はい。で、そのフェッチアイなんですけど、まあ、こんな形で今 1.7 ドルぐらいまでは反発してます。ただまあこれね、強めにかなり落ちてきてからの反発になりますので、まあ2.7 ドルだったんですね、5月20日で。直近が6月18日 1.1 ドルまで、もう3分の1近くまで落ちてからまあ反発してきたという状態なので、まあそれについてね、まあそのなんていうの、落ち幅が大きいから逆に反発も今回強かったっていう見方もできるのでね。まあ今多分ね、こういう多分平行チャンネルだと思うんですよね。なのでまあうまく続伸していければ、まあ移動平均線が2つあるあたり、2ドルちょっとですかね、2ドルとか 2.1 ドルぐらいまで反発してきてもおかしくはないと思いますけども、まあ最終的にはこの下降ウェッジを上に抜けないと、またね、2番底を作ってくる可能性はあるかと思いますね。はい、油断はちょっとできないかなと。はい、アギックスは、こんな感じになっております。まあそうね、こっちもかなりね落ちてましたので、ダラダラとね、まあその分、反発できたということだと思います。チャート形状はね、フェッチ AI に似てますね。こっちも平行チャンネルみたいになっているので、まあうまく上がってきたら、この移動平均線が 0.8 ドル台とかまで上げれそうですけど、まあちょっと油断できないですね、こっちもね。はい。あとは、レンダーは、こんな感じか。まあレンダーもね、一時期春頃は結構強かったですけども、まあ今は、まあちょっとダラダラと下がっていたという状態で、まあリセトラみたいになってるのかな、今ね。この長く続いた上昇トレンド割ったので、今度は、まあ、底値が 6.2 ドルで、上が斜めの線のリセトラみたいになってくると思うんですけど、まあ、移動平均線も割ってしまっているので、こっちも移動平均線あたりでレジスタンスになる可能性が高いかなと思います。で、何回かその6ドル台にこう底を打って、そのうちリセトラをまあ否定して上に抜けてきたら、また強い上昇にはなるかなとは思ってますけどね。ちょっとまだ時間かかるんじゃないかなっていう感じで見てますね。はい。あとね、ニアも、まあこんな、ニアは昨日見せたかな？昨日か一昨日確かと一応見たと思うんですけど、まあこんな感じに、なっておりまして、まあ高値は、更新できずに、まあ垂れてしまったんですね。なので、まあ、水平ラインとしては 4.3 ドル、4.4 ドル、4.5 ぐらいかな？ 4.5 ぐらいが、まあ結構、サポートになってまた跳ね返ってはいるんですけど、まあこっちも大きく見たらジェンディングトライアングルだし、まあ移動平均線も控えているので、例えば7ドルぐらいまで上がったとしても、今 5.4 ドルです。で、7ドルぐらい上がったとしても、また2番底、3番底とかなるかもしれませんので、ディセンディングトライアングルが長く続く可能性はあるかなと思いますね。はい。ビットコイン相場については昨日はね、まあ揉み合っていて、あんまりその、
これといった、まあ、材料もないから、値動きもこれといったものがないっていう感じで終わっているんですけども、まあ、この楽天ウォレットの まとめがね、また、いい感じかなと。はい。あと、ドイツ当局が425500万ドル、だから70億円相当ですね。これのうち、50億ずつ取引所に置いたらしいんです。クラーケンとどっかだったと思うんですけど、それがちょっと売り圧になるんじゃないかって見られてますが、まあ、100億ぐらいなのでね、その大きな暴落につながるとかっていうわけじゃないんですけど、ちょっと良くない、ニュースですね。で、来週はイベントが多いですよっていうことで解説がね、楽天ウォレットの方であったんですけども、まず来週は、6月の30日がありますよね。なので2クォーターの末になります。で、2クォーターの末になると、そのクォーター末っていうのはオプションの、ね、期日が結構多いので、まあ、それで動きやすいっていうのがあります。あとは、インフレの指標とか、あとイーサリアムの、ETF の手続きも、まあ、そろそろ終わるんじゃないかとかって言われてるので、今ね、目先はあんまりね、その材料があまりなくてビットコインは大きく動いてないっていうか、まあ、材料がないからこそダラダラ下がってるっていうのはあるんですけど、まあ、来週はそのいろいろありますので、まあ、来週、まあ、結構、まあ、特にその6月のね、29、30とか7月1日とかそのあたりとかは、まあ、動いてきやすいかなとは思ってます。はい。で、チャート見ていきますけども、まあ、昨日はね、まあ、特段大した動きはない状態で、終わりました。はい。実体線もほとんどないようなね、コマですね、コマ。はい。ただ目先はこういう下落トレンドがずっと続いてます。6月の7日に、7万2000ドルまでタッチした後、ダラ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 下がってね、今6万5800ドルまで多少反発はしてますけども、この斜めに引いてある線を上に抜けないといけないですね、上に行くんだったら。あと、移動平均線も日足で2つあるので、結構今のところって6万6000ドルぐらいのところね、硬いと思うんですよね。6万7000ドルぐらいまでは上がってこれないと、ちょっとこの短期的なね、下落、今2週間ぐらい続いてるんですけど、これが終わったとも見えないので、さらに続落していくって可能性もありますね。はい。そこを見ておけばいいかなと思います。この斜めの線と日足の移動平均線、これを超えるのか超えないのか、超えないのであれば続落してダラダラと下がりますよってことですね。はい。そんなところですかね。はい。じゃあ、他のチャート見ていきましょう。イーサリアムが3600ドルまで回復してます。ただね、まあ、ウェッジ継続した状態での、まあ、ダブルボトムって感じなんで、ちょっとまあ今からふわっとまた上には行きやすいと思いますが、斜めの線にタッチする3700ドルあたりのところはやっぱり売りが入りやすいかなと思いますので、そこは注意ですよね。はい。BNB はあんまり動きがないです。三角形の中に戻ってきてそのままですね。ソラナもあんまり昨日は大きな動きがありませんので、まあ、今はディセンディングトライアングルみたいな形に捉えていけばいいかなと思います。はい。まあ、こっちも反発してきたとしても160ドル付近のところの日足の移動平均線が結構、レジスタンスになりそうですよね。あとね、ジュピターのニュースがあった。そう、ジュピターのバーンがね、なんか行われるとかっていう話が出ているので、これソラナベースの、ね、トークンですけども、まあ、ジュピターが、ちょっと買われやすいかなとは思ってます。ただ、まあ、今はちょっと価格には反映されてはいないっていう状態になってますね。はい。あとね、DEX 系が割とね、結構強みに上がってきていて、ユニスワップがね、あ、そうでもない、ユニスワップじゃないわ。ワンインチですね。ワンインチが結構強く昨日上げてたんですよね。50日の平均線は上に抜けて、今100日の平均線タッチまで行きました。で、斜めのこのトレンドラインは意識されると思いますので、まあ、ここからちょっとは上値重たくなるかなと思います。ただ、まあ、0.36 ドルまで落ちてたのが今 0.46 ドルまでね、回復していますので、20% 以上上げてますね。だからね、ここ2日間ぐらいでね。で、次 0.47 ドル、48ドルあたりが、まあ、このトレンドラインが意識されてレジスタンスになりやすいと。で、ここの斜めの線を上に抜けたらちょっと激アツですよね。うん。これなんか結構長く続いた下落。3月13日の 0.7 ドルを頂点にして、
まあ、3、4、5、6、まあ、4ヶ月ちょっとダラダラ下がってきたのが終わったっていうふうに見れるんですけど、しっかり上抜けない限りはちょっとね、また下に 0.4 ドル以下に垂れる可能性もあるかなと思いますね。はい、あとキャンペーンとしては、バイビットが新規登録で6000円、取引高に応じて3万ドル460万円もらえるので、ぜひメイン口座にしてみてください。僕がチャート分析しているコインは全部バイビットにはあります。今日の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして僕の SNS のフォローもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。